神様、私に言葉を与えてくれてありがとう。その言葉がどういう意味か一生懸命に考えて、その言葉はどんな意味かわかってるようなわからないような、そんな気持ちだけど、気持ちのいい言葉なら自分のことを飾る花だと思っていたうちに、自分自身の本当の気持ちだと思い始め、そしてその言葉を誰かに喜んでもらおうと思い、その言葉を喜んでもらったことで、私のことを受け入れてくれるのだと思い、私を受け入れてくれるその言葉が、神様が私にくださった言葉と同じじゃないと悲しみ。やっぱりこんな言葉なんて僕じゃない、あなたじゃない、いや僕だ、いやあなただ。一体どんな意味だったのか今となってはわからないけど、神様きっと僕に言葉を教えてくださろうとしたのだと思う。だから僕が私を褒めるときの言葉に使えたらいいのにと思いながら、その言葉の意味がわからないので、一番僕にとって大切な私に使っていいものかだけは決して決められない、決して決められない、決して決められない、決して決められない。